マモルは、日本の男性総合格闘家、神奈川県川崎市出身、シューティングジム、横浜所属、柔道初段、元フライ級キング・オブ・パンクラシスト、元カタックス世界ジュニアフライ級王者、元シュート世界フライ級王者、元シュート世界バンタム級王者、植え技術を駆使した高い立ち技中心のファイトスタイルを得意とする、割りのアフロヘアと、 チョチュネという口癖が特徴。中学、高校時代は、柔道部に所属。卒業後は1年間と美食をしていた。1999年7月16日、プロシュートデビュー。2000年12月17日、初代シュートフェザー級王座決定戦で、秋元人と対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2001年11月25日、挑戦者。 大石誠武とフェザー級チャンピオンシップで対戦し、腕引きしに三角固めで一本負けを喫し王座陥落し、プロ初黒星となった。2002年6月22日付で、フェザー級からバンタム級に転向。2003年12月14日、初代シュート世界バンタム級王座決定戦で、ウルシアやすひろと対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功し、二階級制覇に、 成功した。この試合で、具試験要項を意識した髪型となり、試合後のリング上インタビューで、チョ・チュネー、と具試験のモノマネを披露した。2004年9月26日、挑戦者、ホビソンモーラと、世界バンタム級チャンピオンシップで対戦し、2から0で判定勝ちし、初防衛に成功。試合後のも裏側の提訴により、2005年1月に、 テクニカル判定1から0のドロー裁定に変更された。2005年3月12日、DOG の工業を観戦していたところ、ヒロの高安に TK を勝ちした、井口説に、バンタムのチャンピオンでカリフラワーみたいなやついるだろ。一発やらせてくれや。行かせてやるぜーと挑発を受けた。2005年5月4日、シュートでストニー・デニスと対戦し、 左ハイキックで失神させ TK を勝ち。試合後のリング上インタビューで、井口の話になり、井口誰それと守るが答えると、観客席にいた井口に、おい、こら、ハゲ。俺が、井口だ、覚えとけ。と、さらに挑発された。2005年12月31日、プライド男祭り2005に出場した、金子健のセコンドについた。 2006年3月24日、挑戦者 BJ とシュート世界バンタム級チャンピオンシップで対戦し、判定ドロー。二度目の王座防衛に成功した。2006年5月12日、1年前から挑発されていた井口説と対戦し、膝蹴りで額をカットさせドクターストップ勝ち。試合後、井口はありがとうございましたと敗北を認めた。2006年10月14日、 挑戦者 BJ とシュート世界バンタム級チャンピオンシップで再戦し、スリーパーホールドで一本負けを喫し王座陥落した。2008年7月18日、王者 BJ とシュート世界バンタム級チャンピオンシップで対戦し、フロントスリーパーホールドで一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。2009年2月11日、初参戦となったシュートボクシングで、 日本スーパーバンタム球山定王者、エナリ・ノリ・ユキと対戦し、一本背負いで、シュートポイントを奪うなどして判定勝ちを収めた。2009年10月30日、10年ぶりの開催となった、バーレトゥードジャパン0級で、ジェシー・タイタノと対戦し、パウンドで小勝ち。2009年11月23日、シュートで行われた、シュート VS パンクラスの対抗戦で、 清水清高と対戦し、判定勝ちを収めた。2010年1月30日、日本初開催となった、キング・オブ・ザ・ケージの世界ジュニア・フライ級王座、決定戦で、フランク・バカと対戦し、チョーク・スリーパーで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。2010年8月5日、カリフォルニア州ハイランドで開催された、カタックで、グレッグガズマンと対戦し、 グラウンドでの肘打ちで TKO 価値を収めた。この試合は、王座防衛戦として行われる予定であったが、ガズマンが、規定体重をクリアできずノンタイトルマッチに変更された。2012年12月24日、VTJ ファーストで、ダレルモナヒューと対戦し、判定負け。2017年3月12日、パンクレイス285でのフライ級キングオブ。 パンクラスタイトルマッチで王者新主流1と対戦し、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年8月20日、パンクレイス289でのフライ級キングオブ、パンクラスタイトルマッチで1 0 3と対戦し、0から3の判定負けで王座防衛に失敗した。ありがとうございます。